学生生活において、カースト制度は明らかに存在する。そこから抜け出すには相当の努力が必要となる。一致は理不尽な理由で、カーストの下位に置かれてしまった。苦しい思い、痛い思いをしながらも、一致はその試練を乗り越えた。そんなことも過去となったある日、一致は思いがけない人物に会う。その人物の言葉で、止まっていた過去が動き始めた。一致の決断、そしてその思いとは。中学時代に私を下に見ていた同級生が結婚。復讐を遂行した結果。復讐は何も生み出さない。復讐は虚しい。でも本当にそうなんだろうか。その人は、辛い思いをしたことがあるんだろうか。痛い思いをしたことがあるんだろうか。ずっと、そんな風に思っていた。唐突にどうした?一致は復讐する側?される側?復讐した側。まさかの官僚系。で、どうだったん?何も生み出さなかったか?それが、よくわからないんだよね。瞬間的にスッキリしたのは確かなんだけど、私がされたことがなくなるわけじゃないし、忘れられるわけでもない。固く盛り上がったかさぶたってあるじゃん。それを無理やり剥がしてさ。その下で、確かに傷は小さくなってるし、新しい皮膚も作られてるんだけど、まだ薄くて、風に触れると痛いような、そんな感じがする。でも、自分の中で一つの区切りになったのは確かかな。意外にテンション低いな。それだけ虐げられてたってこと?正直思い出したくない過去だね。とりあえず、普通に考えつく限りのことはされたかな。虫とか暴言とか、カツアゲとかさ。その辺もコンプリート。嫌なコンプリートだな。今でこそ普通に会社員してるけど、その当時は毎日消えることばかり考えてた。どうやったら楽に行けるか考えてばかり。でも両親の顔見たら勇気が出なくて。そこは勇気出すところじゃないからな。出さなくてよかったよ。そうだね、ありがとう。少し吐き出してみないか?ここにいるやつみんな復讐したい側だろうし。これから復讐する時の参考にさせてくれ。参考になるかどうかわからないけど、ちょっと語らせてもらう。小学校の間は都心部に住んでいたんだけど、中学入学のタイミングで引っ越すことになった。引っ越し先は結構な田舎。でも私はそれも楽しみだった。川で遊んだり、綺麗な星空を見たり、そういう、いかにもない田舎生活に憧れていた。今思えば、そこに住んでいる子供たちには、そんな私の姿は気に入らなかったのかもしれない。田舎を馬鹿にしている。都会を自慢している。そんな風に感じたのかもしれないね。本当のところはわからないけれど、わかったところで私に関係ないけど。あ、もう一致が不穏な空気。そこは小学校から全員持ち上がりの、本当に小さな中学校だった。各学年1クラスしかないし、なんなら全員が顔見知り。そんな環境に飛び込んだ私は相当な異分子だったわけだ。ところでさ、学校とかクラスってある種のカースト制度なかった?ああ、どうだったかな。俺不登校だったから。うちにはあったな。運動できるやつとか派手なやつとかが上位だった。うちもあったな。当然最下層ですが何か?私が行ってた小学校にもうっすらあったけど、それほど格差ってものはなかったんだよね。なんだろう、住み分け?気の合う者同士、コミュニティの違いというか。とにかく、お互い不可侵な状態だったんだけど、この中学では違った。明確な上下関係があった。それも異常だな。小さい頃から、その世界しか知らないからね。異常さに気づけないんだろうね。今はそんなこともないんだろうけど、親も外の世界を知らない人もそれなりにいただろうし。まあそんな感じで、私は転入早々浮きまくった。人間は知らない生き物を排除しようとする本能がある。そして私は得体の知れない転入生。でもさ、気に入らないなら、無視してくれたらよかったんだよ。彼らは私を視界に入れないようにするんじゃなく、私の存在自体を潰そうと考えたんだろうね。最初は、軽い無視や仲間外れ。そこから始まる行為がエスカレートするのは早かった。お前は俺か。そんな奴ここにはいっぱいいるしな。だよね。でも中学時代の私には、彼らと過ごす時間が全てだったから、毎日が本当に辛かった。ことも投げに言うけど、今は大丈夫なんだよな。心配してくれてありがとう。親や教師は気づかんかったのか?親には徹底的に隠した。父親は仕事で忙しくてあまり家にいないし、母親も慣れない田舎暮らしで、結構参ってたからね。よくある排他的な人間関係に悩んで、暗い顔していた。そんな母親に自分の現状を相談するのは、母親の負担を増やすようで嫌だったんだ。ええ子やな。教師はどないやったん?残念なことに、全く助けてもらえなかった。わあ、草も生えない。でもそんなもんだよな。担任の先生も、問題を抱えたくなかったんだろうね。まして田舎の、小さな中学校。問題がなければ、数年待てば出られるような。なるべくおとなしく勤め上げて、早く都会に帰りたいって人間ばっか。勇気を出して相談しても。ああ、今ちょっと忙しいんだよな。悪いな、後にしてくれるか？友達を悪く言い過ぎだぞ。自分から歩み寄らないと。私の伝え方が悪かったのかもしれないが、真剣に話を聞いてもらえなかった。相手の持ち物を勝手に捨てるのが友達？個人情報をばらまくのが友達？私は許せなかった。でも先生に私の思いは伝わらなかった。じゃれ合ってるんだと思ってました。友人同士の軽いいじりだと思ってました。もちろんそんな先生ばかりじゃない。分かってくれて、なんとかしようとする先生もいた。でも相手が悪かった。私を目の敵にした同級生。彼女の祖父は、そのあたりでは名の知れた人物で、彼女を溺愛していることでも有名だった。今でも多くの不動産を持ち、会社を複数経営している。そのあたりの経済を握っていると言ってもよかった。そんな立場だから、教師も強くは言えない。結局、私への言動を見て見ぬふりするしかなかったんだ。教師マジで丸そう。それな。先生も大変なんだろうけど、一致辛かったね。親にも言えないならなおさら。まあ、今はそれなりにやれてるからね。自分の置かれた環境に絶望しかなかったけど、ある時ふとしたきっかけで私は勉強に目覚めた。今の環境から抜け出すにはそれが一番手っ取り早いと思ったんだ。どうせ同級生はこの田舎からは出ないだろう。高校も、この田舎の高校に行くはずだ。なら私は、逆立ちしてもいけないような、上位の高校に行ってやる。そしていつか、見返してやるんだ。そう心に誓ったんだ。それからは、勉強漬けの毎日だったよ。だけど辛くはなかったな。もともと勉強は嫌いではなかったし、明確な目標もできた。成績さえ良ければ、学校を多少サボっても教師は何も言わなかった。進級するのにギリギリの出席日数だけ出て、残りは少し離れた町の図書館に行ったりしていた。その頃には両親とも、私の置かれている状況に気づいていた。その上で、私のやりたいようにさせてくれたんだ。今でも感謝しているよ。そして狙い通り、私は第一志望の高校に合格。通うには少し遠すぎる学校だけど、下宿生活も込みでの第一志望。同級生たちはポカンとしていたよ。まあ、想定外だったんだろうね。学校も休みがちで、カーストの最底辺。私のことをそんな風に思っていたのだから。そんな私が全国でも有数の進学校に行くなんて、思ってもみなかったんだろう。高校は普通にいい子たちばかりで、私も自由に過ごすことができた。下宿生活も楽しかったし、もちろん勉強も頑張った。両親も応援してくれたしね。高校、大学、そして大学院。その後の生活は順調だったよ。無事就職もできて、復讐なんて考えは正直忘れかけていた。心の傷が消えることはないけれど、私には今の幸せがある、そう思っていた。そんな時、彼女と再会したんだ。私を徹底的に追い詰めた、中学の同級生と。冷え。なんか空気が冷えた。あれ、もしかして一致？そんな風に、声をかけてきた彼女。私は振り向いた。視線の先にいるのは、綺麗な女性だった。明るい笑顔、上品な服装。持ち物も全てが一流品だと分かった。柔らかい髪が顔の縁を彩る。何の含むところもなく、屈託のない笑顔を向ける。傍から見たら、とても美しい光景だろう。だが、私にはそうは見えなかった。忘れかけた地獄が追いかけてきたような気がした。即座に蘇る過去の記憶。怖い、痛い、嫌だ、やめて。あの頃の自分の泣き声、叫び。届かなかった声が頭の中でこだまする。どんなに着飾っても、化粧をしても、私は彼女の顔を一生忘れないのだろう。私は一気に中学生の頃に戻ってしまった。もしかして覚えてない？寂しいなぁ。小首をかしげ、本当に寂しそうな表情を浮かべる彼女。私はぎこちなく返した。覚えてる、よ。ああ、覚えているとも。忘れるもんか。耳に届く自分の声が震えてないことが嬉しかった。あは、よかった。ニコリと笑う彼女の横に、見知らぬ男性が立つ。彼女が笑顔で私に告げる。婚約者なの。はじめまして。婚約者だというその男性は、私に丁寧に頭を下げてくれた。一致、すごく頭いいんだよ。高校もあの進学校行ったし。へえ、そうなんですね。愛想よく微笑む婚約者とやらに、私は曖昧に微笑む。自分の中のドロドロとした感情を抑えるのに精一杯だ。早くここから立ち去りたい。そのための方便を探す私にさらに追い打ちをかける彼女。そうだ、イッチ、私たちの結婚式に出てよ。はぁ？素の声が出てしまった。私が彼女の結婚式に出る意味がわからない。そんな私の声をいいように解釈してくれたのだろう。婚約者が慌てて声を上げる。そんな、いきなり失礼だろう。今まで連絡を取り合っていたわけでもないんだろ？その通りだ。今の今まで存在を忘れかけていたのだから。何も言えない私の腕を取り、同級生は頬を膨らませる。触れられただけでおぞけが走った。気持ち悪さがこみ上げる。連絡は取り合ってなかったけど、知ってるでしょ、私の通ってた中学。すごく少人数で、全員が仲良しだっけ？どうやら同級生の中では、そういうことになっているらしい。今ならわかる大人の事情。追随していただけであろうクラスメイトたち。そう。だから一致とも仲良し。ね。そうだよね。それに、新婦友人のスピーチ、みんな嫌だって言うんだもん。頭のいい一致なら、きっとすごいスピーチしてくれるよ。あなたのお母様も、きっと私のこと見直してくれるはず。天を仰いで何やら考える婚約者と、その様子をじっと見つめる彼女。私は早く腕をほどいて欲しくて仕方がない。なんならここから走り去りたい。そして分かったことが一つ。彼女は婚約者の母親に気に入られていない。田舎の会社とはいえ社長令嬢。その経済力はかなりのもの。だとすれば、彼女の立場ではなく、彼女自身が気に入らないのだろう。そして彼女は、なんとか彼の母親に気に入られたいと思っているのだ。しばらく考え込んでいた婚約者は、やがて視線を私に移した。可能であればでいいのですが、良ければ彼女の願いを聞いてやってくれませんか？困ったように私を見る婚約者。きっと彼はいい人なのだろう。初めて会った私を信用し、彼女のために頭を下げることができる人。きっと彼は、私が今何を考えてるのかなんて想像もできないだろう。胸がチクリと痛んだ。でも、もう止められない。湧き上がる黒い感情が私を飲み込んでいく。私はなるべく品よく笑った。わかりました。私で良ければ、スピーチもさせていただきます。パーッと、花が咲くように笑う彼女。その見た目だけは美しい。婚約者も安心したように、優しげな笑みを浮かべた。同級生がごそごそと手にしたカバンを漁る。やがて、真っ白な封筒を私に差し出した。何も書かれていない表書き。受け取って裏返せば、二人の名前が記されている。彼女が笑った。今日招待状の印刷が終わって、受け取りに行った帰りなの。だから表書きなくて悪いんだけど、一致が最初の招待客ってことで。屈託のない笑顔。その様子を穏やかに見つめる婚約者。わかったわ。スピーチも考えておくわね。この時、忘れかけていた過去が私に追いついたんだ。待って一致怖いんだけど。え？怖いか？ワクワクしてるんだが。覚悟完了してる人間は強い。それだけのことさ。結婚式当日。私は都内の結婚式場にいた。この日のために、私はいろいろな準備をした。彼女のその後、婚約者の素性。彼女の祖父はすでに他界しており、父親が後を継いだらしい。そして婚約者はとある企業のご子息で、父親同士が知り合いだとか。同級生の父が持つ、経済力が欲しい彼の父親。彼の父親が持つ、人脈の広さが欲しい同級生の父。そんな二人の間で出た結婚話。最初はそれでも冗談だったそうだ。が、彼の写真を見た同級生が彼に一目惚れ。娘のプッシュを受け父親が乗り気に。これに彼の父親が乗っかり、フリーだった彼もそれなりに彼女が気に入ったとか。まあ美人だもんな、と、やさぐれたのは一瞬だった。彼の母親だけが結婚に乗り気ではないらしいが、強く反対するほどではないとか。女同士、同級生の本性に気づいているのかもね。薄く笑いながら会場に入る。意外なことに、中学の同級生は私一人だった。新婦友人のテーブルには知らない顔ばかり。表に出ないまでも、やはり嫌われていたのだな。そんなことを思っていると、やがて式が始まった。式は順調に進んだ。新郎新婦の入場、来賓祝辞、乾杯。微笑ましい新郎友人代表の祝辞が終わると、いよいよ私の出番だ。司会者に促され、マイクの前に立つ。こちらを見る彼女の表情に不安はない。過去の自分が私に何をしたか、綺麗さっぱり忘れてしまっているのだろう。隣のテーブルで、彼女の両親がいぶかしげに私を見ている。私の名前を聞いて何かを思い出したのか。ご紹介に預かりました、一致です。新婦友人代表とは言わない。彼女と友達だった瞬間はかけらもないから。そんな私を気にするでもなく、彼女はニコニコとこちらを見ている。彼女とは、中学からの付き合いになります。そこで私は話し始めたのだ。彼女が過去に私に何をしてきたのか。彼女の両親の顔がみるみる青ざめていく。自分の娘の所領を思い出したのだろう。会場の空気がみるみる変わっていく。薄い関心が、次第に熱を帯びていく。形式だけ整った賛美だらけの祝辞から、下世話な好奇心を満たす暴露話へ。その熱は決して褒められたものではない。だが、それはむしろ私の望むところなのだ。私は淡々と、過去の彼女の話をする。私にしてきた仕打ちの数々、またその時の表情。私だけじゃない。追従しない同級生たちや、その親への言動。当時の彼女が、閉じた地域の中で、どれだけ横暴だったかを話した。好奇心は次第に色を変え、彼女への嫌悪感で染まっていく。新郎は驚きとともに彼女を見つめ、彼女は顔を真っ赤にして私を睨みつける。彼女の両親はおろおろと辺りを見回し、近くにいた人にペコペコと頭を下げていた。気を取り直した司会者が慌てて機材を操作する。私のマイクの音源が切られた。だが、この程度の広さならマイクは必須ではないのだ。さらに声を張り上げる私。耐えきれなくなったのだろう。彼女がひな壇から降りて、私の方に飛んできた。目はつり上がり、顔色は赤を通り越していっそどす黒いほどだ。ちょっと、黙りなさいよ。嘘ばっかり並べて。綺麗にお化粧した彼女の顔。世間的に言えば、かなりの美人だろう。しかし私にとっては、忘れたい過去の最たるものだ。あざけり、見下し、上昇。私が今まで見てきた彼女の表情は、大抵そういったものに彩られていた。今更怒りの表情を見せられても、なんとも思わない。むしろざまあみろと言いたい。静かに見返す私を忌々しげに睨み、彼女は会場を見渡した。この子の言ってることはデタラメです。実は彼女は、中学から不登校で、そんな彼女を、なんとか更生してあげたくて、私は彼女に声をかけ続けたんです。学校に来られるよう、何度も、ねえ、そうでしょ？もしかしたら、それが負担だったのかな？ありもしない過去を信じちゃうくらい。ねえ、イッチ、思い出して。私たち、一緒に川遊びもしたじゃない。都会ではなかなか味わえない、川で遊ぶのが憧れだったって。イッチずっと言ってたじゃない。ねえ、楽しかったでしょ？彼女の両親が息を飲む。娘の言葉が信じられないのだろう。私も同じ思いだった。と同時に、彼女が変わっていないことを確信した。なら、思い切りやっていいだろう。少しだけ残っていた躊躇が吹き飛んだ。確かに、都会育ちだった私は、川で遊ぶのを楽しみにしていた。川で泳いだり、魚を取ったり、そういうことに憧れを抱いていた。でもね、あなたが私を誘ったのは、そんな遊びじゃなかったわよね。一瞬きょとんとした彼女。それから次第に顔色が変わる。先ほどまで怒りで上気していた顔が、みるみる青ざめていく。ようやく思い出したか。自分が私に何をしてきたか。私は彼女の目を見据えたまま、腹に力を込めて話し始める。台風が過ぎたばかりで増水した川に、あなた私を突き落としたわよね。度胸試しに使われるような、突き出した崖の上から。その言葉の意味を理解し、言葉を失う会場。張り詰めた空気が支配する。私は話し続ける。これで終わりにするものか。声のトーンを少しだけ落とした。あの日、あなたは私の家まで来て、嫌がる私を無理やり川まで連れて行ったじゃない。そしたらあなた、度胸試しの崖まで私を引っ張って行って。この辺では崖から飛んで遊ぶんだって。飛んだら仲間に入れてあげるからって。泣いて拒否する私を、あなたは突き落としたのよ。それも、笑いながらね。嘘よ。そんなでたらめばかり。覚えてないの？随分と都合のいい頭なのね。だからありもしない過去を信じちゃうのね。あなたと私が友達だった過去なんて、一瞬もないじゃない。もう私は中学生じゃない。私は彼女の目を見てはっきりと言い返した。うるさい。あんたなんて。彼女の右手が私の左腕を取る。そのまま揺さぶるように強く引っ張られた。つるり。掴まれた私の左腕が、抜けた。キャー。誰とも知れない悲鳴。彼女は声すら上げられない。手にした私の左腕と、私の顔を交互に見る。わなわなと開きかけた唇が震える。ようやく全部思い出した？彼女の手から、そっと左腕を取り返す。それを手にしたまま、私は会場を見渡した。あの時、川に突き落とされた私は、左腕を失いました。何度も手術を受け、義手を作ってもらい、今ではなんとか自立してやっていけてます。誤解しないでいただきたいのは、彼女の両親は、私たちに誠心誠意謝罪してくれたんです。医療費はもちろん、義手にかかるお金も全て用意してくれました。今回このような形の再会になってしまって、非常に残念に思っております。ですが、彼女が自分のしたことをすっかり忘れて、私を友達と呼ぶのが許せなかったんです。晴れの舞台を利用する形になったこと、皆様に深くお詫びします。左腕を持ったまま一礼し、私は颯爽とその場を後にした。あの頃流せなかった涙が溢れてくる。しかし、心は晴れやかだった。私はようやく復讐を遂げたのだ。おま、そんな自爆みたいな真似。あは、驚いてくれてありがとう。腕に関しては完全に吹っ切れてるから安心して。同級生マルソだろ。なんでそんなこと忘れられるんだよ。ま、それだけ彼女の頭がおめでたかったんだよ。ご両親も、彼女のために頑張ったんだろうね。トラウマにならないように触れずにいたら、記憶そのものを改ざんしてたってわけか。そんな感じだろうね。ちなみに彼女の結婚は破談になった。ご両親は彼女をカウンセリングに通わせている。さすがにおかしいと思ったんだろうね。今思えば、彼女は祖父に溺愛されてたから、物事の良し悪しをしつけられなかったのかもね。そういう意味では被害者かもしれないが、だからって他人を傷つけていいわけじゃない。私はもう過去を振り返らない。これからは前だけを向いて生きていく。自分のしたことをすっかり忘れ、傷つけた相手をさらに貶めるような行動。とても許されるものではありません。イッチは見事復讐を成し遂げました。あなたには、忘れられない過去はありますか？忘れられない相手はいますか？コメント欄にて教えてくださいね。ちなみに現在、結婚式の出欠管理にも QR コードが活躍しているようです。便利な世の中ですね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。